KH 不安定のシミュレーションケルビン・ヘルム・ホルツ。不安定性とは、流体力学上の概念で、層をなしており、各層ごとに密度の異なる流体が、お互いに異なる速度で水平運動するときに発生する流体の不安定である。KH 不安定、解とも呼ぶ。ケルビンは、ケルビンとも表記する。ケルビン・ヘルム・ホルツの名は、流体力学の発展に貢献したケルビン強固と、 ウィリアム・トムソン、ヘルマン・フォン・ヘルム・ホルツの二人にちなむ。KH 不安定に伴う波雲 KH 不安定に伴う波雲密度や移動速度が異なる流体が接触している海面では密度と渦たびが不均一になり重力波を発生させる。海面でのこの波動が上乱として成長すると流体の運動が不安定化する。水や 大気などの総流がある場所でよく発生する。海では塩分濃度の高い海水と河川から流入する淡水とが入り混じり、濃度の異なる層が形成されることがあり、ここで2層に速度差があると不安定になる。また河川では流速の異なる2つの流れが合流する地点で微小な上乱を発生させると、上乱を隔てた二流の海面に、 水圧の差圧が生じるためこれが成長する。つまり不安定の状態になる。大気でも密度差と速度差のある大気が接しているところで不安定になる。どちらか一方の層が雲のある層でもう一方は雲がない場合、不安定によって発生した海面が雲の形となって現れる。波状雲はこうして成長した雲型の一つである。ありがとうございます。